宇治山田神社は、伊勢神宮高大神宮の拙者。地元で、沖玉の森と呼ばれる、小高い丘の上に鎮座する。本項目では、宇治山田神社と同座している、伊勢神宮高大神宮抹社のなじ屋台神社についても記述する。本説では二者共通事項について記述する。三重県伊勢市中村町の中村集落南西端に位置する。旧域は四端五世。 二社とも、山和姫命が定めた神社であるという。社殿は、神明作りで、写真にあるように玉垣に囲まれている。祭銭箱は置かれていない。社殿の周囲は苔に覆われている。宇治山田神社は、内宮の拙者十三社のうち、第十三位である。祭神は、山田姫命。大水上神の子で、水神であるとされる。同じ内宮の拙者である。 片田神社と共に、式内社の大国玉姫神社の論者である。ナジア大神社は、内宮の末社16社のうち、第13位である。祭神は大水上五祖命と、尾物裾姫命。両祭神とも、伊スズ川の水の守護神とされる。尾物裾姫命は大水上神の御玉と、伝承される。聖殿は中絶し、宇治山田神社と同座する。 元伊勢の一社である奈緒のネグーは、現在の伊勢市宇治中の節町にあったと推測されるが、ナジアタイ神社と名前が似ており、ナビのネグーが、ナジアタイ神社の旧社地であったのではないか、という説がある。宇治山田市氏では、宇治中の節町の中世以前の地名が、ナジバイであり、ノーマイの天下だとしているが、なぜこの地が、ノーマイを意味する、ナジバイと名付けられたのか謎であるとした。 宇治山田神社が論者となっている大国玉姫神社は、演儀式に記載されているものの、公大神宮儀式帳には、記述がなく、現代の伊勢市及び、渡来郡域に、同盟の神社はない。近世には、三金木義次吉が、二宮感謝園閣校の中で、本社大国玉姫社派宇治山田社の一名とし、新名帳に、榎ノ木尊社とある岡多社の異名、としてと記述し、 宇治山田神社を大国玉姫神社であると述べている。特選神明町では断定はしていないものの宇治、山田神社が大国玉姫神社である可能性を示している。ただし、片田神社を大国玉姫神社に否定する説も強い。上、宇治山田神社、片田神社共に地域に大国玉姫神社に関する伝承等は残っていない。1874年、鴨下神社。 つめら神社、大津神社と共に、宇治山田神社の社殿が再興された。1911年3月に、宇治山田神社社殿の建て替えが行われている。その後1933年に建て替えられ、1959年に大修繕を行ったので、27年目に戦後が行われた。その後2018年に戦後が行われている。中村集落の中にある。 神社のある沖玉の森は周囲から目立つが神社への入り口は少しわかりづらい。近隣には石津川が流れ、小川橋を越えた先には石津公園がある。ありがとうございます。